おお、お前か。ゴーレムのルーン。ゴーレム使い。ゴーレム使いは少女ですね。てかゴーレム多。どんだけいるんだよ。神と戦争でもすんのかこいつら。あれ、モルガンさんだぜこいつ。ゴーレム使いのコンセプトアートの幼女はモルガンさんらしいぜ。今道具屋にいる彼女じゃないですかね。どこに書いてあるの。あ、モルガンと呼ばれた小さな少女は、うん、今俺ら相手にぼったくり商売してる彼女じゃないですか。あんなになっちゃって。最近妖精見ねえな。妖精見ねえな。あれ、忘れられた聖域にある写真図。あ、これは B の方じゃね。難しい方か。せっかくしたけどなかったね、うん、青い部屋もこれも B の方かな。これとこれ解除だろ。多く出なかったしね。キラーフィッシュ、地下迷宮、魔法使いの塔が何もせずに行ったから完全に。でも一人で倒せばっかりか、うん、古代遺跡、ハーピーを一人で倒せ。隠し部屋見つからなかったし。ヴァンパイア2分以内、幽霊船の入り江はこれも B の方だな。魔法の絨毯の道具、やっぱ魔法使いの塔が やってないんだよな。何もせずに行っちゃったから連続で、うん、なんか一人で倒す系が結構あるな。なんかさ、だったらノーマルでさーっと終わらせたから楽そうだよな。うん、妖精終わると思ったんだけどな、一周したら全然終わんなかったな。うん、うまく受け入れてないね。おさっきの愛犬鏡してりゃ楽だったのにな。迷いの森行くか。迷いの森行くか。このぐらい水の底には受けて、ゲイザーを一人で倒せたからな。で勝負する。どっちが先にノーマルにしてさ、どっちが先に帰ってこれるか。あかんな、それすると、うん、あれしてしまいそうやな。とりあえず、紫水晶やろ。迷いの森などに存在しているってある、紫水晶。紫水晶と森だからヘルハウンド、オールベアが、ね、オールベアはいそうだよ。出るかもしれないんだ。オークはいないかな。オーク却下でいいかな。あとは迷いの森、異世界の調査だな。ゲイザー一人でどうする。ノーマルにしてさっと行ってみる。何が。ゲイザー一人で倒せ。迷いの森。迷いの森いいよ。そうだな。じゃん。あ、オークやめたらアイテム回収されちゃった。んオークやめたら回収されたんじゃなくて、うん、レイザー受けたらアイテムを渡されたんじゃないの。うん、回収されたの。別にどっちでもいいけどさ。レイザー専用のやつがあるの。ああ、なるほどね。迷いの森にほのぐらいのと異世界調査紫水晶、水晶と妖精とオルレアかな。よし、とりあえずこれでじゃあ一回普通にノーマルに落としてさーっと回しちゃおうか。一人で。一人で。無事で何よりだ。依頼完了。深淵のスキュラ。あ、襲われてる。男の人が、なんかえらい触手がトゲトゲのタコかイカかわからないようなやつに。ゲイザー、ゲイザーの住む世界ちょっと行きたくねえな。レベルアップ、スキルポイントも6まで増えた。一人で倒せけ。何があったっけ。ヴァンパイアは違うか。ハーピーと、ハーピーかとウォーロック。ハッピーなら簡単だろう。ハッピーのとこ簡単だな。で、
ちょっと調べるか、ちゃんとハーピーのとこに出てくる雑魚。あ、気をつけろ。オークだ。オーク7しか出なかったな。あー、さらわれた。俺がさらわれた。倒した。爆弾プラスメガスマッシュ。俺も終わった。ハーピーによって騎士の亡骸を発見した。この付近にはこうした巣が他にもいくつかあるようだ。はい、それを見てなかったけど、他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。一人で倒せるだけだから。1個しかクリアできなかったな。でもまあ、オークがちょっと進んだ。オークって要するにあの門のとこ行けばいいんでしょ。あそこオーク大量に出たっけ。あれ、オークの城じゃなかった。まあそこ行くとき忘れないようにだけしときゃいいのが。さーて、あとウォーロックかな。もう一個あったよな、ウォーロックか。よく戻ったな。依頼完了。ハーピーに愛された騎士が大変なことになってるね。これ死んだな。重いのか、何ももらえなかった。あった、魔法使いの塔でウォーロックを一人で倒せ。ウォーロック魔法使いの塔他にもあったよな。幹部の部屋の本棚を調べ。これっていけんの。ウォーロック幹部ん。あー、さっき本が本が2冊以上落としたらってとこだっけ。あー、多分そうだと思う。2冊落としちゃダメなんだ。2冊しか落としちゃダメなんだ。2冊落としたらいいんだな、わざと。血は君たちの手配を察して姿を隠した後だ。本棚の扉あるとこ叩けば、うん、扉っていうか矢印の、うん、と本棚からの貸し出しは2冊までと張り紙に書かれている。開いた。はあ、あの銃がありますけど。あ、どうせ見えた。あと2匹、どうせ。どこどこ来いよ。ヒリウマ状態だな、この中。いいかよ。いや、だって、あの、状態っていうのその画像だけ頭の中に浮かんでるんだけど、その全部が思い出せなくて、だから A なのか B なのかわからない。でも今言ったところになかったから、いいかな。いいだな、多分。ちょっとボスが起きたかもしれない。いいだ、それは。アニメイトニット。魔術師の操るオーグはそれぞれ特徴がある。オーグの色を見極めた。気をつけろ、魔術師は高レベルの魔法を行っている。あ、一文字1になっちゃった。当てられない。何したのか。いいな。アニメイトニット。
気をつけろ。魔術は俺たちの魔法を唱えた。よし。全部一人で倒せればこれで完了か。君たちは魔術教団モルネオンの魔術師を倒し、魔法使いの塔を解放した。帰る帰る。だがこれも幹部一人を倒し。魔法使いの幹部いっぱいいるな。いいな、ちょっともらっとくか。久しぶりに60から123。 B 盾、愛犬トールベアと妖精と、やっぱノーマルで出たアイテムたかが知れてるな。意味ねえな。じゃあハードに戻すか。もう戻してる。迷えるものよ、何の用かな。で一応完了しとくと、妖精は下ろしときたかったな。戻ったか。おお、下道の魔法使い。ウォーロックこんなかっこよくなかったけどな。アート収集家。ドラゴケンタウルスみたいなやつが出てきた。ドラゴンハーフ。ハーブにした。最近終わらしとくべきだったよな。うん。ハードで食らうとダメージ結構でかいし。一応次行こうとするならば、地下迷宮だってもう次から B だもんな。 A 一通り終わったから。黒騎士ワイトとかグラディエーター系入れてる方がいいのか。じゃあってことだよな。もともと B に行かなきゃいけない系もあるか。でもあの吸収しようとするんならさ、黒骸骨倒せとかグラディエーター10人倒せとかそっち入れとる方が。何やの。もう次からは B の方を全部クリアしようとだろ。あ、行くの。お、行こうとするわけだから入れとくのとしては、黒骸骨倒せとかグラディエーターとか。え、忘れられた聖域にある邪神像とかもクリアできると思うよ。絨毯だって B だったはず。ん、絨毯は B だろ、魔法使いのと思う。うん、結局みんなそうなんだよ。だって全部回るわけだから。結局ね。それを考えるとあれだな、ちょっとヘルハウンドを外した方がいいんじゃない。ヘルハウンドを外したら、これはこれだけのために行った方が早そう。絨毯受けて、聖域の邪神像受けて、で忘れられた聖域のシノルなんでしょ。倒せ系はそれだけで行ったらいいか。絨毯と下から受けてるだけ。忘れられた聖域、クラーケンのあれです。アグランディア、オールベア外しちゃう。オールベア外した。もうしたらミノタウルスも受けたら、とりあえずこの下から4つは全部クリアできるはずだ。ハンターを出し抜け、下から4つ。うん、絨毯、僧侶、魔術、生きた化石。
あ、そうか、絨毯は下になってんだな。俺今上に残ってる。で、妖精を助けてを別に何にでもそのうちできるって割り切るんだら、これか。リマレイ。ん？ウォレスの地下迷宮の魔法陣の部屋。これって B？ いいだな。まあ、全部は無理だね。魔法陣にある部屋？全部は無理だな、そもそも。でちゃんとやるなら多くのやつの装備なんてつけてる場合じゃないから。そうだね。だからちょっと今からあれ、ちょっとあれしようか。オールベアと犬を先終わらしちゃおうか。さっとキラーフィッシュとかこの辺回す、とっとと。それなら多分一人でやった方が早いよ。でも成長するだろ。何が？ノーマルで一人でやった方が早いよ、こういうの。まあね、それもう作業なんだよね、結局、うん、これは。いや、こんなの今度一人でやっていけばいいよ。じゃあ妖精を助けては残すか。妖精はあと一匹だから放っとこうかなと思ってね。後回しってこと？うん。だって吸収するんでしょ。吸収っていうか9回やるんでしょ。たった1匹の妖精のためにすぐクリアしちゃいそうなんだけど。運が良けりゃ1個目ぐらいで終わるもんな。じゃあウォレスの魔女リマレイに変えるか、妖精を。骸骨天使ワイトとかグラディエーターとかは出といた方がいいのかな。でもこれはあれじゃね、普通にもう5体とかだから倒しに行ったら。どこに？骸骨剣士は骸骨剣士系が出るところで。なんか行くか、これで今やったやつ。とりあえず今のでスキルをだいぶ溜まってる。9も溜まってる。ちょっと使ったわ俺。レベルが足りてないって言われた。メガスマッシャーの威力アップ。ヒールポーションつけていくか。ヒールポーション S の10つけていこう。よし、じゃあちょっと準備をしよう。